皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。高槻たとえです。今ですね、3月30日の11時に、撮影してます。ノーマネーで、29、30日の2日間、行いまして、残った食材がこれだけです。今日ですね、ちょっと朝と晩食べるところを撮影するのを忘れてたんで、信じていただけないかもしれませんけど、本当に食べてますから、ちゃんと食べてます。胃の中に入ってます。捨ててはないんで、それだけ言っておきますね。残り言います。まずご飯ですね。朝と晩と2パックずつ食べてるんで、昨日の時点で10個残ってたんで6個になりました。で、しじみ汁は全く食べなかったんですけど、朝もう一つの1個だけ残ってたお味噌汁ですね、お味噌汁、インスタントのお味噌汁ですね、それは食べたのでもうありません。あとオニオンスープ、コーンスープ、ポータージュスープ、増減ありません。この、サバの味噌煮かな、これ2つあったんですけど、これも、いただきました。あとですね、この惣菜類ですね、惣菜類もですね、きんぴらごぼうは、昨日食べたっきりかな。ほんで、ひじき煮と大根、たけのこの土佐煮と、そうですね、きんぴらごぼうと、なんせ、今日、なんせ、何個食べたのかな、ひじき煮が、ひじき煮は、昨日食べて、今日はこれとこれとこれを食べたのかな。うん、そうですね、1個ずつ減ってます。ほんでこのふりかけ類ですね、ゆかりと酒は残ってます。中残ってるんですけど、食べてるんですけど、山菜の山椒のちりめんのふりかけは、しっかり消費いたしました。結構あれですね、買いだめしてますね。あと1日ぐらいノーマネーでやってもいけるぐらいですね。明日31日はちょっと出かける用事があるので、整体院に行かないといけないので、もうお金を使っちゃうんですけれど、まあ1日から3日まで予定がないので、またちょっとノーマネーで観光しようかなと思ってます。それでは本当にどうもありがとうございました。この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録またはグッドボタンいただけるとありがたいです。それではまた。